皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ブライトンとスパーズの誤審騒動、審判側がブライトンに正式に謝罪をしたそうだね。今更という言葉しかないけど。謝罪をした、つまり誤審であったと認めたというわけですか？そうだね、具体的には三笘へのペナルティエリア内でのファール。謝罪をしたのはこの一件のみだけど、試合の全体で見るとゴールの取り消し、PK が与えられても良いプレーが2つか3つ。そういったものについても誤審とみなされてもしょうがない部分はあるだろうね。しかし VAR は何のために？本当にその通りだよ。主将のダンクは、VAR が何のためにあるのかわからない。決定的なジャッジのために導入されながら、そのジャッジを下さない。どこが問題だった？明確にファウルだった。と不満を隠そうともしていない。加えるならブライトンが審判団から謝罪を受けるのはこれで今季3度目。3度目。クリスタルパレスとの試合で1対1と引き分け。この試合でエスプピニャンのゴールがオフサイドと判定された試合。そして FA カップ。リバプール戦でファーガソンに対して悪質なタックルを見逃した点。FA カップは勝ち残ってるからまだ良いとしても、リーグ戦において明確に勝ち点を失っている。審判さんしっかりしてほしい。100歩譲ってミスはしょうがないとして、なぜ繰り返されてしまうのか、だよね。今年だけでも VAR でのミスが多い。例えばアーセナルとブレントフォードの試合。オフサイドポジションに選手がいながらブレントフォードのゴールが認められ、アーセナルは勝ち点に落とした。この判定について、審判協会は、VAR に重大なエラーがあった。オフサイドの状況に関連していた事象は人為的なミス。と認め、今回のブライトンのようにアーセナルへ謝罪。そして VAR 担当者は双方合意のもと協会を去った。去った。で、クビってことですね。他にもチェルシーとウェストハムの試合でハンドに見えた判定をノーファールと判断し、チェルシーに PK はなし。これについてチェルシーの当時の監督であるポッターは、下中のミッドフィルダーソーチェクに対して、ソーチェクがウェストハムのゴールキーパーかと思った。と不満を漏らすなど、VAR に何の意味があるのかというような判定は多く起こっている。プレミアって世界で最高峰のリーグだと思ってましたけど、審判のレベルはちょっとですね。そして、今回の誤審。審判のアットウェルや VAR 担当者を含めてプレミアでは審判のレベルを疑う批判が巻き起こっている。ブライトンは勝ち点3を盗まれた。しかも再びだ。何度こんな目に遭えばいい？アットウェルを含めてプレミアのレベルに達していない審判が何人も。VAR は何の意味もなさない。笑えるほどありえないのだが、アットウェルがシャツにFIFAバッジをつけていることだ。徹底的な捜査が必要だ。はい、汚職でなければ無能が過ぎる。ハワード・ウェブが謝罪した？だからなんだって言うんだ？アーセナルの不利な裁定をした無能はその職を解かれたが、アットウェルはいつになったら審判を辞めるんだ？アットウェルは史上最年少のプレミアの審判だったというのにその評価が正しいことをいつも証明できない。こいつに毎回うんざりさせられる。早くプレミアから追放すべきだ。アットウェルも VAR もなくなってよい。何の影響もないだろう。当たり前ですけどカンカンですね。調べてみると分かったのがこの下中のアットウェル氏の経歴。彼は2008年にプレミアリーグで審判を務めた史上最年少の人物。当時25歳。かなり若くして審判のキャリアを開始。しかし2012年にはプレミアではなく2部で審判を任される、いわゆる審判の中で降格もしている。なかなか苦労をしているんですね。この降格には当然審判として様々な失敗があったわけだけど、中でも有名なのが2008年のワトフォード対レディングでのゴーストゴール。なんかすでにすごい名前がついてますが、簡単に言うとゴールの横にそれたボールをラインズマンがゴールマウス内に入っていたと判断。ラインズマンがゴールと判定し、主審のアットウェルもそれに準じてゴールを宣告。実際にはゴールをそれているわけだから選手からの猛抗議を受けるもゴールは認められ、当時イングランドで大炎上。不当な得点を認められてしまったワトフォードの監督はアットウェルに対して、あんなゴールは見たことない。UFO の着陸のようなものだ。主審はラインズマンの言うことにただただ従っているに過ぎない。誰かが彼の耳元でゴールだと言えば、彼はそれを与えなければならないのだろう。と吐き捨て、得点を与えられた側のレディングの監督も、笛が鳴った時、ファウルがあるとは思えなかったので、何のために笛が鳴ったのだろうと思った。審判がゴールを決めたのは明らかだ。と困惑、オウンゴールが記録されてしまった選手は、これまでサッカーで目撃した中で、おそらく最悪の判定だった。恥ずべきことだ。ゴールキックだと思ったら、ゴールになったんだ。バカバカしい。とこの試合について語っている。これらの失敗もあり、アットウェルはプレミアでしばらく笛を吹かなくなった。
しかし2016年からは再度プレミアで笛を吹くことに。史上最年少のレフェリーでありながらとんでもない判定もしているのはなかなか判断に苦しむ審判ですね。プレミアに復帰してからも物議を醸し出す判定は少なくない。2021年にもチェルシーのアスピリクエタが被害に遭った。最終節、勝利すれば自力で CL 出場権を得られるチェルシーはアストンビラと対戦。終了間際にアスピリクエタの腕が相手の顔に入ったとして一発レッド。試合も1対2で敗れた。CL 出場を争っていたトッテナムも敗れたため、チェルシーが無事に CL 出場権を得たものの、この不可解な判定にチェルシーは異議申し立て。なぜならこのレッドで出場停止処分は来季に持ち越しに。アスピリクエタには来季開幕から3試合の出場停止となることが見込まれていたんだよね。それはかなり痛いですね。そしてこの異議申し立ては認められ出場停止処分は撤回に。この時の指針がアットウェルだね。それ以外にもまだまだ、2020年のリバプール対ブライトン。この試合ではリバプールが被害者に。リバプール側のゴールが VAR によってオフサイドとして2度取り消しに。そして後半アディショナルタイムに VAR の結果、PK がブライトンに与えられた。結果、1対1の引き分けに。この VAR をめぐった判定にはリバプールの選手たちが激怒。今日の VAR に関しては、正直言ってわからない。特に今日は PK の判定は理解できなかった。ペナルティなんかじゃないと思う。それはブライトンの複数の選手も、あれは PK ではないと答えていた。あのジャッジには本当に困惑させられた。あれじゃ僕らは何もできないよ。と VAR で何が基準になって判定をしているのか、一貫性のなさを批判。この時の指針はまたしてもアットウェルだね。アットウェル指針も問題そうですが VAR 自体がどういう風に作用しているかその点が焦点な気がしますね。VAR の導入は2019年から。その目的は試合の行方を左右するような重要な判定をより正確にジャッジするため導入されたもの。ですよね。VAR がなければカタールでの三笘の1ミリもなかったわけですし。そういう意味で正確な判断が下せるようになってきている反面、なぜそうなったのかが不透明でもある。導入した当初、シティのデブライネは、正直なところ、もうルールがわからない。明日や、明後日になって、テレビをつければ、審判団が解説して正しいジャッジだったと言うんだろう。だから、別にいいんだ。と諦め顔。しかし、続けて度重なるルール改正が問題だと発言。僕はプロのサッカー選手として10年以上やってきた。最初の9年間で、ルールの変更はなかった。でも、この最近でルールの変更がいくつもある。なぜかはわからない。誰が作っているのか知らないけれどね。ただ、言いたいのは一貫性を持ってほしい。と選手の立場から VAR などを含めたテクノロジーによって判定をアシストする傾向を批判。実際にプレイしている選手からすれば何がファールの基準なのかは知っておかないとダメですもんね。だね、今回はそれが表面化した感じ。アットウェルはもちろん批判されるべきだけど問題はもっと根っこだね。ブライトンは苦しい形になりましたけど、今後こういったことがないように再発だけは気をつけてほしいですね。だね、後味の悪い試合は勝った方も負けた方も良いことがない。プレミア側でそういった部分をどう改善していくのか注目したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。